神戸の黒部峡谷、神戸最後の秘境など多くの異名を持つ矢が、谷立金主元岳矢が谷下流付近。あだしの念仏寺も、各矢と思わせるほどの無数の無縁仏が立ち並び、独自の雰囲気を漂わせる矢が谷砂防ダム矢が、谷は、神戸市北区の高尾山及び、菊水三西側の矢が谷東尾根により、形成された谷。国土地理院地形図には、矢が国と表記される。 深く落ち込んだ、急峻な谷が曲折しながら連続するため、都市部から近い距離にありながら開発の手も及ばず、このため非常に貴重な動植物の生態系を維持している。来たるものも稀であることから、神戸最後の秘境とも形容されることがある。原生林に覆われており、昼なお暗く源流に近づくにつれたにはその幅を縮め、流水の感を強める。大将。 形状も様々な滝が連続し、二つの砂防ダムの中間地点付近から分岐する小さな支流を遡れば、龍寺院というそぎの滝を持つ修験道場があり、多くの石仏、石碑が立ち並ぶ。かつては信者向けの小屋が建っていたが、今はその跡が残るのみである。神戸式拓高尾山北東に源流を発する家が谷川が流れ、 神戸市の水亀であるカラス原貯水地に流れ込む。いやが谷川は、かつては清流を誇ったが、1960年代上流部の宅地開発によって、水質悪化が著しく、現在では上流部から移入したブラックバスなども生息する。その他、主な魚種はオイカワ、カワムツなどである。海類では、川にが数多く生息したが近年減少傾向にある。 その他、沢谷も多く生息する。1960年代に開発された神戸市北区、清和台と神戸市長田区ひばりが丘という二つの住宅地に挟まれるように南北に 2km にわたり横たわる。右岸の矢が谷源流を目指す、その道は神戸市立日踊り越え望遠旧墓地内に入り口があるため非常にわかりにくい。また、 左岸側には矢が谷東尾根をたどる関西電力の保守目的を兼ねた、その道が神戸市北区区影町の団地まで続いており、ハイキングコースとしても利用されている。途中からは神戸市市街と大阪湾から、赤市方面、菊水山、石井ダムなどが一望でき、名号岸などの気象が観察できる。ただし、このコースから矢が谷へは降りることはできない。ありがとうございます。